wish your heart makes. Dream Wonderland. My heart draws dream. Heart and dream. Heart and dream. 来ました。ドン。ました。ドン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 。イエイ。ということでですね、喜び感謝感動感激。はい。ハート&ドリー ム情報発信バラエティ番組ようこそ。今日は京都に、はい、アーチと藤子さんと来てます。よろしくお願いします。そしてこの京都にですね、今日はですね、はい、婚活編、はい、ハートフルマリアージュという結婚相談所がこの関西にあるんです、はい、噂の CM を、ね、出していただいてますけども、はい、その会社のですね、はい、素敵なカウンセラーが3人来てます。おー、ご紹介、婚活編ですよ。皆さん楽しみに見てください。さあ早速カウンセラーをご紹介します。どうぞ。こんにちは、ね、よろしくお願いします。まあ自己紹介からじゃあ行きましょう。はい、婚活カウンセラー正村真央です。よろしくお願いいたします。はい、婚活カウンセラー人を陽子です。よろしくお願いします。はい、婚活カウンセラーの横田紗英です。よろしくお願いします。はい、ということでですね、テレビの前の皆さんもですね、はい、ハートフルマリアージュ結婚相談所っていうのをこれね、皆さん頭に入れていただいて、はい、そして結婚相談所たくさんあるんやねんけども、はい、ちょっとね、やっぱりね、お世話が命と成婚をたくさん作りたいという、はい、その情熱が違う結婚相談所さんがですね、はい、この今回ハート&ドリームのこの番組でですね、今たくさんの人を成婚作りたいから、はい、たくさんの力を借りたい、はい、それもね、人間じゃないです。神様。あ、神様。そう、ということは、はい、関西の神社、はい、縁結びの神社、結婚の神様、はい、そういったところを巡りをしてるんです。あ、お客様のために。お客様のために。いや、素晴らしいです、ね。ちょっと聞こうか、はい、自分たちのためじゃないよね。はい、もちろんです。もちろん会員様のために、はい、縁結びの神様をもうずっと回ってるんです、はい、でこの京都ですね、はい、下鴨神社って古い神社があるんです、はい、で結婚の神様、はい、いわゆる契約の神様なんで、婚姻って言ったらさ、そうですね、結婚でしょ、はい、それと縁結びの神様ということで、はい、これはパワースポットということでですね、下亀神社京都にね、今からですね、お参りに行くと、もうその下亀神社さんに交渉しました。ほんならテレビを OK ということで、今日は一緒に行ってみたいと思いますので、ハートフルマリアージュさんは今からね、会員様の幸せたくさん作るためにお参りに行くと、下亀神社縁結びの神様、その最後にですね、番組の最後に、今日はテレビ番組見てる方にプレゼントがつきますので、はい、番組の最後に、ね、ご紹介しますので、ぜひ皆さん、それでは行ってまいります。行きます。行きましょう。ここ下鴨神社は正式にはカモミオヤ神社と呼びます。ユネスコの世界文化遺産にも登録されており、境内を取り囲んでいる森全体が史跡、タダスの森、縄文時代から生き続ける貴重な森にある神社です。今回はハート&ドリーム婚活編、お世話が命の結婚相談所ハートフルマリアージュが会員様のためにご成婚をたくさん作りたいという強い情熱を持って、縁結びの神社、結婚の神様をめぐってご神徳を授かろうと訪れました。来ました、下鴨神社。下鴨神社来ましたね。これ藤子さん2回目やね。そうなんですよ、なんか今年、はい、なんかいい契約とかいい縁とかありそうな ね、はい、そうですね、縁結びと契約の神様で有名な、はい、下鴨神社改めて来ました。よろしくお願いします。ということで、あのね、もうここに来た瞬間にもう縁結びのパワー、うん、なんか縁が結ばれるみたいなすごいパワーがね、感じませんか、ね、これ皆さん、なんかすごいここに来た瞬間からやっぱりパワーがなんか聖地というか、すごい透き通ってるというか、はい、鮮明というか、はい、すごいパワーを感じながらなんですけど、はい、その縁結びの神様がなんとこちらです。ここですね。ここでね、今日は愛追の社、愛追の社というところで、はい、今日はハートフルマリアージュさんがカウンセラーの皆さんが会員様のために、会員様のためですよ、会員様のために、あなたたちのためにお参りをしてもらえるということで来ました、はい、ということで縁結びの神様、ここでね、お参りの仕方がちょっとね、特殊なんですね、はい、珍しいですけど、まずね、絵馬を買います、はい、で絵馬にね、願い事書くんです、はい、そして3回この
社をぐる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 3回回って、2回目の時に絵馬のお札をかけて最後にお参りするというお参りの仕方があるそうです。すごい珍しいですね。3回珍しいよ、はい、3回こう回るって回って回って回って縁を深く結んでいく、はい、なんかそのお話聞くだけでなんかパワー感じませんか。すごいですね。ということで実際に今日やってもらいたいと、はい、でそしてしっかりお参りしてハードルマラジオの5000個たくさん作るということで、はい、今日3人の方来られてますんで、はい、よろしくお願いしますね、はい、一緒について一緒にね、ちょろちょろね。ここ下鴨神社は縁結びの神様として全国から大勢の方が参拝に訪れます。はい、それではハートフルマリアージュさんの会員様の祈願を願ってちょっと書いていただきたいと思います。それでは、はい、ありがとうございます。では心を込めて書かせていただきます。ドキドキハートフルマリアージュさんのお願い事は、会員様の良いご縁が結ばれますように、ハートフルマリアージュスタッフ一同と書かれてます。それでは今からお参りに行きたいと思います。優しさと愛があふれる結婚相談所ハートフルマリアージュの婚活は、あなたにとって最後の手段ではなく最高の手段です。あなたの婚活を心を込めて全力でサポートします。はい、それではですね、この絵馬を持ってこの神社に3回今から回っていきたいと思います。行ってきます。行ってきます。縁結びの神、相生の社。御神祭は結びの神で、古代から縁結びの神として知られており、めでたいことを相生というのは、この相生の社が語源とも言われています。絵馬に願い事を書き、準備ができたら社の正面へ。ここから男性は左回りに、女性は右回りに3回回って祈願します。そして3周目の途中に絵馬を奉納。会員様の良いご縁が結ばれますように。絵馬についている紅白の紐を、良き縁を招くようにと祈りながらしっかりと結びます。絵馬の奉納が終わったら、社の正面に戻り、二礼二拍手一礼にて祈願します。願い事が届きますように、一度心を込めてお祈りします。優しさと愛があふれる結婚相談所ハートフルマリアージュの婚活は、あなたにとって最後の手段ではなく最高の手段です。あなたの婚活を心を込めて全力でサポートします。先ほど縁結びの神様のところでお参りしました、はい、こちらはですね、はい、続いて、は
ハンコの神様、お、契約、契約の神様なんですよね。ということは縁を結ぶ、はい、結婚って入籍する、はい、そうです ね、ご縁があった人とハンコで入籍届け出せるわけじゃないですか、はい、ね、なのでセットでなってるというね、素晴らしい、だからここにがいいんです。ここが素晴らしい、ここがお参り来たかったということで、鳩の間の皆さん一緒に、じゃあお参り行きましょう、はい、ね、藤子ちゃんもアーティストとしていいレーベル会社さんと契約ができるように、はい、ね、一緒にお参りしましょうということでお願いします、はい、じゃあ鳩の間の皆さんどうぞ先行きましょう、はい、結婚をね祈願してね、神様の干支の神様ですね、12干支があるでしょ、はい、社は7つなんですけど、うん、それでも全部お参りできるんです。自分の干支のところに行ってね、お参りするとさらに運気が上がったり、そして縁結ぶことができたり、契約、またハンコの神様つなぐ、もう結果が出るパワースポットじゃないですかね。後でお参りしましょう。印字社とも呼び、契約の神として物事を成功裏に結びつけたい時などに参拝されます。はい、印社に来ました。うん、ここがこれ、はい、ハンコの、このハンコの契約の神様ということ、ここはね、藤子ちゃんもいい、ね、はい、こうレーベル会社だと契約ができるようなアーティストとしてね、お参りしなきゃいけない。シャートルマジさんは、はい、しっかり神様がね、うん、縁結ぶだけじゃなくて、その人たちが幸せな結婚やから、はい、結婚相談者やから、ここはもうしっかり皆さんお参りしましょう。はい、はい、じゃあ挙手、はい、2例ですね、はい、2例、そして2拍手、じゃあ1例して、じゃあお参りしてください。会員様がご縁に結ばれ、ご成婚へとつながるように一同心から祈願しました。皆さんこんにちは、タレントの遠藤信子です。私は今ハートフルマリアージュに来ています。結婚相談所ハートフルマリアージュって、親身になってご相談に乗ります。素敵な出会いは広がりますか。たくさんのお相手をご紹介します。ハート&ドリームをご覧の皆様に特別なお知らせです。ご入会キャンペーンを実施しています。詳しくはハートフルマリアージュで検索。皆様お問い合わせお待ちしております。結婚相談所ハートフルマリアージュから視聴者プレゼント。今回訪れた下鴨神社のオリジナルガーゼハンカチを抽選で3名様にプレゼントします。ご応募はおはがきでご覧のところまで。当選発表は商品の発送をもって返させていただきます。南十字星に流れ星、はい、このね、素晴らしい、今日はね、ハートフルマリアさんの神様のご成婚たくさん作るぜ、婚活編ね、はい、下鴨神社お参りいいですね、よかったですね、本当に素敵な会社ですよね。いや、ありがとうございます、はい、って言わないといけないじゃないの、ね、ありがとうございます。 まあ、でもね、たくさんの成婚を作るために、はい、これからも、婚活編ということで、縁結びの神様とかそういった神社に神様のためにご祈願に行くと、お参りに行くということで行きましょう、はい、そしてですね、もうつま先から手の指先、手の一歩一歩までね、なんかこう清まったような感じで今日はね、確かに、本当にパワー、ね、気持ちいいところに私たちも来れて嬉しかったですね、はい、ということでテレビの前の皆さんもぜひ下鴨神社、はい、来てください。そしてハート&ドリーム一緒にやりましょう。じゃあいきますよ、ハート&ドリーム、また来週、さよなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。